ソニーブースにやってきました。今回ソニーはフォトキナに合わせてこちら、α900 を発表したわけなんですけれども、こちらのですねポイントをソニーの大久保さんにお伺いしたいと思います。大久保さんよろしくお願いします。はい、こちらの α900 の、見どころなど教えていただけますか。はい、ぜひですね皆さんに体験していただきたいのはこのファインダーをまず覗いていただきたいということです。上級者の方にもですね本当に満足していただけるように非常に明るくて高視野の 100% ビューファインダーを搭載いたしました。もう誠にですね創作意欲というのをかきたてられるようなファインダーで、覗いて撮っていただいたら、その記録をですね2460万画素の、フルサイズの、センサーでですね、手ブレ補正が効いて非常にシャープに撮れるというような商品になっております。わかりました、ありがとうございます。はい、でこちらが α900 で撮ったプリントですよね。はい、で見ていただくと分かるようにこれ縦1メーターを超えるようなプリントなんですけれども、もう人物のまつげ一本一本がくっきりと見えるような、高精細な画像が撮れているのがお分かりいただけるかと思います。はい、でこちらも体験会があるんですよね。はい、日本でも、はい、9月の後半からですね東京カーキリン体験会ございますのでぜひ触ってファインダーを覗いてください。わかりました、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。